私はラム、娘のリリーと二人で暮らしている。リリー、私立プニ小学校行く、目指せてっぺん。ナイス。わかったわ、なら勉強しなきゃね。その前にお買い物行きましょう。あら、ラムさんじゃない。あ、こんにちは、タミコさん。それにトビオくんも。彼女はタミコさん。タミコさんの息子であるトビオくんもリリーと同じ私立プニ小学校を目指している。実はこのタミコさんはちょっと性格に難がある。リリーちゃんはテスト受けたの？いえ、まだ。どこのお塾でもテストぐらいやるでしょ。ちなみにトビオちゃんは満点よ。うちは塾には通わせていないんです。リリー、勉強をお家でしてる。あら、貧乏人は塾も通えないの？母さん、塾始まっちゃう。貧乏人なんて放っておこうよ。子供にお金を使わず自分にばっかり使ってるから貧乏なのよ。タミコさんはリリーが同じ学校を受験すると言ったからずっとこうして絡んでくる。いい加減受験を諦めたら？もともと成績も良くないんでしょ？無理は良くないわよ。タミコさんに言われなくてもリリーはちゃんと努力していますから。それにリリーがやりたがっているので、私はどんな結果でも努力することに意味があると思っています。子供がやりたがってるっていうより、あなたが受けさせたがっているんじゃないの？ほら、ラムさんに限らずそういう人多いじゃない。違う、母、リリーのお願いを聞いてくれた。なんだよ生意気女、お前が僕と一緒の学校に通うことなんてできっこない。そんなことない、リリー頑張る、トビオに負けない。あなたたちがどう言おうと私はリリーを応援しますから。あっそ、親が親なら子も子よね。行きましょう、トビオちゃん。ブー。リリー気にしちゃダメよ、私応援してるから。トビオに負けない、ギャフンと言わせる。それにしてもタミコさんの態度は困ったものよね。あは、元気出して、絶対受かるよ。そんなある日、私たちに突然とんでもない噂が流れ始めた。ありがとう。リリー、行くわよ。母、待って。うん？あれはラムさん？って、何よあの車、高級車じゃない。ラムさんったら見栄を張っちゃって。貧乏なくせに、どうせ愛人かなんかでしょ。ほんと下品だわ。って、何よあの怪しい黒服は。まるでヤプニザじゃない。ラムさん、あんな大きな家に住んで、しかも反社会とつながりがあるなんて、みんなに言いふらしてやる。ね、ちょっとあれ、あ、やばっ、あの話って本当なの？何かしら、なんだか視線が。母、どうした？あら、反プニ会組織とつながりがあるラムさんじゃない。え、反社？この前黒服の男たちといたらしいじゃない、噂になってるわよ。ってことは、まさかこの視線、貧乏な上野蛮人だったなんて、びっくりしたわ。何を根拠にそんなこと言ってるんですか、失礼な。あの大きな家もヤプニザの家だって聞いたわ。そんなに焦るってことは本当なのかしら。そんなわけないじゃないですか、あれは私の家です。黒い服の人たちは SP で。でも噂になってるわよ、今さら否定して回るのは大変じゃない。貧乏人のくせに見え張って。貧乏人は貧乏人らしくつつましく生きてなさいよ。本当にあの家は私の家なんです。こんな人がトビオちゃんと同じ学校に通おうとしてるなんて、ほんと身の程知らずだわ。せめて子供のしつけはちゃんとしておいてよね、トビオちゃんに怪我させたら許さないから。そんなことしません。野蛮人、貧乏人は野蛮になりやすいって母さん言ってたぞ。そんなことない、リリー優しい。うるさいぞ生意気女。母さん安心してよ、どうせリリーは受からないし。そうよね、行きましょう、トビオちゃん。好き勝手言っちゃって、それもリリーまでバカにして。タミコさんがこの調子だとリリーの今後も心配になるばかりだ。そして翌日、リリーが友達と公園で遊んでいるとトビオくんがやってきた。あ、タミコさんちの。おい野蛮人、ここは今から僕たちの領土だ、さっさと出て行け。独り占めはダメだよ。うるさい野蛮人、貧乏なくせに生意気だぞ。ちょっとトビオくん、そんなこと言っちゃダメでしょ。うわ、出たボスザルだ。ボスザルですって、失礼しちゃう。はは、悪く言うな。なんだよ生意気だぞ貧乏人のくせに。やめなさい、どうしてそんなことを言うの。やっぱりお母さんの言ってた通り野蛮人だ、怖
上。全然話を聞かない。でも喧嘩は良くないし。あ、これで遊ばない？プニオとかならみんなでできるわよね。やりたい人は仲直りしてね。プニッチだ。ゲーム持ってるなんて。ちょっとは見直してやるよ。ふん、トビオチャラい。な、別に好きとかそういうのじゃないぞ。でもやる。ところでトビオくん、人をバカにするような言い方しちゃダメなのよ。でもお母さんが言ってたし、黒い服のやつらとお前らがいたって。あの噂を流したのはタミコさんだったのね。トビオ、どこにいるの？あ、お母さん。ラムさん、ダメよトビオ、友達を選ばなくっちゃ。タミコさん、お話があるんですが。うちの子にこんな低俗なおもちゃを与えないでくれない？低俗って楽しそうじゃないですか。うちの子はもう3歳でこういうものは卒業しているのよ。え、3歳早っ。それより、私とリリーの変な噂を流さないでください。はあ、何のこと？噂、タミコさんですよね。私たちは後ろ暗いことなんて一切ないんですから。変なことを近所に言いふらすのはやめてください。よく私ってわかったわね。まあ私は事実を言ったまでだけど。やなら私のトビオちゃんと同じところを受験するのもやめてくれない？どうしてそうなるんですか？だってそんな噂が流れるような人と同じ学校なんて、トビオちゃんがかわいそうよ。そもそも塾にも行っていない貧乏人が私立に行かせようだなんて間違っているわ。おばさん、リリー勉強してる。誰がおばさんよ。塾も行っていないのにどうやって勉強しているっていうの？週4で家庭教師が来るよ。はあ？な、何を言ってるのよ。どうせ大学生の安い家庭教師とかでしょ。いいえ、確実に受かることができると噂の有名家庭教師、ハルさんに頼んでます。はあ？全く予約が取れないって噂のあのハルさんのこと？嘘ばっかりついて。家庭教師のハルさんって1回の授業料にいくらかかるのか知ってるわけ？ハルさんは1回4万もするのよ。それが週4も来たら月64万はかかるじゃない。そんな大金あなたたちのような貧乏人に毎月払えるわけない。貧乏人のくせに頭も悪いのかよ。嘘をつくならもう少しまともな嘘をつけば。もう付き合ってられないわ。帰りましょう、トビオちゃん。じゃあな、貧乏人。また一緒にゲームしてやってもいいぞ。結局タミコさんは私のことを一切信じず、そのまま帰って行ってしまった。しかしタミコさんの勘違いは思わぬところで発覚することに。それは私立プニ小学校での見学での出来事だった。進学コースの説明をするプニ。あら、奇遇ね、ラムスさん。まだお受験を諦めてなかったの？この人貧乏で裏社会とつながりがあるのよ。こんな人この学校にふさわしくないですわね、先生。そうは見えないプニ。いい加減にしてください。うちは祖父の代から不動産を営んでいて、贅沢はしていませんが貧乏でもありません。信じられないわ。しかもあの有名家庭教師ハルさんを雇っているっていうのよ。え、合格率 100% のラムさん、センスあるプニ。おーい、ラムさん、やっぱりここに来てた。あ、プニもいる。ん、誰よ。ってあれは有名家庭教師のハルさん。どうしてここに？リリーちゃん、一緒に食堂行くなよさ。ここの食堂は美味しいよ。え、そうなの？リリーお腹空いた、行く。はあ、ちょっと待ってよ。どうしてハルさんと知り合いなのよ。まさか嘘よね。うん、誰なのよさ、ラムさんの知り合い。私、ラムさんの家で今家庭教師をやってるハルなのよさ。すごい、本物よ。さすがだわ。それに引き換えあの人何？もっと早く言いなさいよ。何度も言ったわ、信じなかったのはそっちでしょ。信じられなかったのよ。だって普段そんな素振り一切ないじゃない。お金があるって普段から公言していたらおかしいじゃない。それもそうだけど。お母さん、どういうこと？どうしてリリーの家は雇えて僕の家は雇えなかったの？トビオ、その聞いていたのね。まさか僕の家ってリリーより格下？そんなことないわよ、トビオちゃん。じゃあどういうことかちゃんと説明してよ、お母さん。理由がね、あるのよ。そのやっぱりお金がなかったからだ。リリーの家より格下なんて。トビオ、
ーと一緒にお昼行こう。リリー、なんでそんなに優しくできるんだよ。これが本物の余裕なのか。何なのよさ。カル先生、そのいろいろあって。うん、よくあるママ友トラブルってやつ。そんなの相手にしなくてもいいのよさ。相手にするだけ無駄。弱い犬ほどよく吠えるのよさ。そういうやつは大抵見えっぱりだし。にゃふふ。何よ、ちょっと勘違いをしていただけじゃない。恥をかかせるわけ。おばさん、悪いことしたら謝る。ごめんなさいわ。はあ、どうして私が。トビオちゃんも流されちゃダメよ。そうよ、この人たちはグルで私を騙そうと。もうお母さんの言うこと信じないぞ。これは裏切りだ。トビオちゃん、仕方ないじゃない。そんな余裕うちにはないの。お母さん言ってたよね、子供に使うお金を惜しむってことは子供を好きじゃないんだって。そんなことを言ったかしら。言ってたよ。僕が雇えなかったのはお母さんがケチったからだ。そんなわけないじゃない。私はトビオちゃんのことを。もう知らないの。待って、トビオちゃん、ちゃんと話を聞いて。ねえトビオ。なんだよ。おばさん、トビオのこと好きだよ。はあ、なんでリリーにわかるんだよ。おばさん、いっつもトビオの話ばっかり。トビオすごいって自慢してた。そうなの。リリーもトビオすごいって思う。だから仲直りしよう。そうかな。許してあげたら。それともトビオ好きじゃない？母のこと。好きだけど。リリーも母好き。一緒、仲直りするべき。リリーちゃん。おばさんも母にごめんなさいするべき。ほら、トビオ。ごめんなさい。トビオ。そうね。お母さんもごめんなさい。誤解が解けてよかった。ラムさん、変な噂を流してごめんなさい。それに今までの態度も、リリーちゃんに言われて目が覚めた。恥をさらして不快な思いをさせて、ごめんなさいね。おばさん、ごめんなさい、できた。いい子。その後、タミコさんは恥ずかしそうに、そそくさと去っていった。解決？そうだ、リリーちゃん。この前のテスト満点だったのよさ。絶対受かるよ。ありがとうございます、ハル先生。リリー、トビオに負けない。頑張る。こうしてタミコさんは私にちょっかいをかけてくることはなくなった。その後、受験はどうなったかというと。母、リリー受かった。えっへん。やった、すごいわリリー。さすがね。あ、タミコさん、どうでした？ラムさん、うちの子もなんとか。あ、よかった。小学校に上がったからもよろしくお願いします。こうしてリリーの受験は無事に終わった。リリーがこれからどんな学校生活を送るのか、母としてすごく楽しみだ。今日はお祝いに焼肉食べに行っちゃおうか。焼肉？ジュルリー。ラムよ。リリーです。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。みんな仲直り。でめたしでめたし。めでたしめでたしね。でめましでめまし。めでたしめめまし。それでいいわ。よかったらみんな、動画の感想をコメント欄で教えてちょうだい。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、応援よろしくお願います。また会いましょう。